はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第51回ビリヤード超人列伝の時間がやってまいりました。はい、はい、本日の内容は、はい、1つ目にビリヤードニュース、はい、2つ目に OPBA オープンの決勝戦、いよいよファイナルですね。はい、はい、ガレゴプロ、はい、VS 赤狩山プロ、はい、はい、そして3つ目に、今日はカーブショットですね。はい、カーブショットのことなら俺に行けの3本立てでお送りいたします。はい、それではビリヤードニュースをご覧ください。はい、はい、それではビリヤードニュースです。はい、第226回、ね、これ何ですかこれ、台湾、あ、第226回台湾男子のツアー、はい、優勝は、はい、カーピンイ選手、はい、もうフィリピンも優勝して、はい、なんかすごいですね。すごいですね。ね、はい、はい、準優勝はパン・シェンピン選手、はい、パン・シェンピン、これはちょっと僕もあんまり聞いたことがない選手ですね。やっぱ台湾は強いメンバーがいっぱいいるみたいですね。第3位に古田和夫選手、はい、はい、なんて読むんですかね、グー古田和夫です。はい、はい、まあ、台湾語でグーティーエン・ハーナン選手っていう名前ですね。はい、はい、でもう一人3位タイがヤン・ジンザー選手、はい、はい、はい、続きまして、はい、ふう、危ないですね、はい、続きまして、はい、都道府県対抗戦ですね。はい、はい、見事、はい、見事京都、はい、2連覇と、はい、すごいですね。はい、で、まあ、メンバーも、はい、ね、去年のメンバーが3人残って2人チェンジで2連覇、はい、なんか、ね、層の厚さを感じますね、京都は。はい、で MVP 選手が見事、はい、北陸の石川県出身の IPBC、はい、杉本裕太選手が、はい、素晴らしいですね。 MVP 9勝0敗、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは、はい、じゃんじゃん、はい、都市対抗でベストドレッサー賞っていうのをいただきました。はい、富山県チーム TRC ですねはい、まあ、真ん中がワイマですね。はい、ワイマですね。はい、はい、で一番左に若干ね笑顔の溝にはい、溝に、はい、はい、富山県チームは15位でした。そうですね、はい、まあ、前半3位ぐらいにいましたけど、はい、もう一つ、はい、一頑張りあれば、はい、頑張れたと。そうですね、ギリギリ際どかったっていう、はい、また来年に期待しましょう。はい、そうですね、はい、はい、続きまして、はい、プレデターテンボールオープン、はい、これはあれですね、日本から竹中選手と高見選手と内垣選手が参加しましたね。はい、はい、優勝はデニス・オルコロ選手ですね、はい、これはもうフィリピンでもナンバーワンのプレイヤーですね、はい、今は、はい、準優勝は、はい、僕もよく知ってますラルフ・スーケットですね、はい、強いですね、アベレージが高いです。第3位バレン・キアムコ選手で、もう一つ3位にアレックス・パグライアン選手ですね、うん、フィリピン勢が3名残ってますね、はい、すごいですね、恐ろしく強いですね、フィリピン勢は、はい、はい、はい、以上、ビリヤードのニュースでした。はい、それでは続きまして、OPBA オープンの決勝戦をご覧ください。
はい、それでは、いよいよ OPBA オープン決勝戦、赤狩山プロ VS ラミル・ガレゴ選手の映像をお送りします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは、赤狩山プロのブレイクですね、うん、はい、はい、これね、僕撮ってビデオを撮影してたの僕なんですけど、はい、もうね、すごい綺麗なコンディションでね、はい、そうですね、前代新打者、はい、これは860でしたね。そうですね、はい、まあ、そのテーブルもブランズイック4の、はい、これはあれですね、ノーマルの穴ですね。そうですね、もうマス割りが出まくってましたね、はい、でもまあコンディション的に比較的入れやすいですけど、はい、合わせづらいっていう感じ、はいはいはい、が見受けられましたね。そうですね、はい、こういう、まあ私もついたんであれなんですけど、すごくツルツルで速いコンディションでしたよね、はい、そうですね。これってどうですか、プロとしては。まあ嫌に感じる時もあれば、はい、よく感じる時もあると思いますね、はいはいはい、そのクッションが跳ねるテーブルとか転がるテーブルが逆に楽に感じる時もありますし、はいはい、まあ、でも合わせ、僕はその全体的に転がりすぎるっていう綺麗なコンディションなんで、その比較的いつもとはちょっとイメージがずれてるような感じはしましたね。では一番合わせるコンディションを把握した選手がやっぱミスがなくなっていってますよね、はいはい、そうなんですよね。コンディション合ってる人と合ってない人の差がすごくついてしまいますよ ね、 そうですね、はい、特に赤狩山プロとかは重たいコンディションでもつけますからね、すぐ合わせますから、はいはい、逆に、ね、ガレゴ選手とかはフィリピンは比較的重たい系ですから、はいはいはい、でもこう日本に来てパッと合わせていくっていうのはやっぱすごいですよね、はいはい、そうですね、うん、これはね、またツルツルなんですけどね、はい、まあ、ガレゴ選手の粉も影響してスキットも結構出てましたよね。あ、そうですね、うん、はい、でも、フィリピンは僕世界選手権のステージ1で、はいはい、サララシャで全部前台メトロだったんですけど、うん、はい、まあ、1日終わったら全テーブル真っ白なんですよ、はい、で、それをタオルで拭き取ってまた次の日真っ白になるんですね。フィリピンの選手は粉が好きですよね。そうですね、滑りやすいからっていうのもあるんですけど、はい、そのなんか言ってましたね、精神的に落ち着かせるためにパウダーをつけに行く時があるらしい。まあ、日本でいうおしぼりみたいな、ね、はいはいはい、なんかね、懐かしい匂いで、天かすの匂いで、そうですね、はい、サガリアの黒、マス割りで、これ何先でしたっけ、これ7先ですね、はい、強者ブレイクですね、はい、結構久しぶりにね、こう試合の解説の席に座ったような気がして、ああ、そうですね、何食べてるの、はい、わかんないですね、
ま、柔らかく飛ばしましたね。最近はガガイアンはジャンプを入れてるところ結構見ますね。まあ、その鳥たちがああいう状態で次にこの球を突くとこまでは考えてると思いますね、はいはいはい、その、まあ、飛ばしても、まあ、3がしんどいんでっていう、はいはいはい、ってことはもうこの 2球の何球を突く覚悟ができてるってことですよね。そうですよね、はい、うん、パスしたら行かざるを得ないとまでは、はい、まあまあ、まあ、コンビのネクストはすごい難しいですね、うん、力加減と動点と厚みが合わないと全て3拍子揃ってネクストが出ますから、はいはい、そうですね、コンビは手玉取りに行くと大概ミスしますしね。そうですね、うん、さすがプロですね。おっおっとっとっ と, ちょっとバンク外しちゃいましたが、はい、いやらしいですね。いやらしくなりましたね、はい、これは相当嫌ですけどね。そうですね、でもまあガレゴ選手とかはこういうのは突き慣れてるんで、うん、はいはい、はい、なかなか僕らねアマチュア選手こういうのっていうのはいやいやつくことはあるんですけど、はい、なんていうんですかね、追い込まれて結局狙うしかなくなるっていうことになるんですよね、はいはいはい、うまいですね、うまいね。ちょっと弱いぐらいですよね、うん、でもやっぱフィリピンの選手はこの割り切り方がすごくいいですよね、はいはい、入れに行くのが最善だって分かっててもいやいやついちゃう自分がいるんですよね、はいはい、うーん、さすがですね。なるほど、はい、テーブルを広く使うのもやっぱりフィリピン選手らしいですね。そうですね、やっぱそのフィリピンのコンディションでついてると、はいはい、やっぱりね、変にスキッとしてしまったりとか、よれてとか、クッションがある部分だけ出なくてとか、はい、結構ありますからね、はい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 、その影響がないショットを選択していくのがフィリピン選手なんで、はいはいはい、だから信用、そのテーブルが信用できた時にそのいろんなテクニックとはい、知識が頭に出てくるはずなんで、はいはい、いろんな意味で強くなりますよね、テーブルがしっかりしてると。さあ入りましたが、ちょっと取り出しが穴がちっちゃい感じですね。コンビもしくは穴、狭い穴を取りに行く、はい、でもこういう時結構フィリピンの選手はたまにこう守りに行ったりもしますね、うん、はいはい、ある球でも。ガレゴはね、ガレゴ選手はあれですよね、 TRC の監督ですからね。そうですね、はい、これ多分皆さんあんまり知らないと思いますが、そうです、実は監督なんです、はい、実は TRC 監督なんですよね、はい、うわ、あ、素晴らしいですね。なんなんですかね、さっきから2人ともジャンプコンビ、はい、うん、でもやっぱ最高の力加減でついてますよね、はい、うん、僕らね都道府県の時色の靴下2足ずつみんな買ったんですけど、はいはいはい、言ってたんですよ、ガレゴ選手にプレゼントしたら履いてくれるんじゃないかって。あ、はいはい、でも、まあ、履いてくれるでしょう ね、はい、結構面白いこと好きなんで、あ、はい、ふざけんのがこうみんなでじゃれ合ってるというか、はい、まあ、僕らもふざけてたわけでもない。あ、そうなんですか。はい、
そうですね、ただね、あそこで披露しないと、はい、やっぱりテーブルバラバラに入るんで、あ、ただ色のついた靴下履いてきてる田舎もんって思われるのもちょっと嫌だったんで、はい、ああやってアピールしてたんですけど。でもまあね、都道府県40チームですか、はい、40チームのうち多分1チームしかしてませんからね。そうですね、去年実は組体操をやったんですけど、はい、もうちょっとちゃんとした形で写真撮ってくださいって言われてで次の年あれです、今年のトライはあれでした今年はちゃんと整列する代わりに靴下買います、はい、あ、でもこう簡単になった時に簡単に作っていうのもフィリピンの選手の特徴かもしれないですね。そうですね、うん、はい、何なんですかね、この簡単に見える今のとかもちょっとミスなんですけどね、はい、まあ、これもね、はい、多少ミスなんですけど、なんかその外人って言ったら変ですけど、外国の選手ってミスからドツボにはまってくってことがないですよね。はい、そうですね。うん、まあ、一番やっぱ一番見習うことはその自分のそのリズムを、はい、まあ、ストロークなんですけど、はい、変わらないんですよね、どの状況でも、どの球を突くときでも、はいはいはい、こう結構パニックになった人ってこう変にしごいたりとか、うん、結構しやすいんですけど、はい、そのやっぱガレゴ選手は常にどんな球でも同じストロークをして同じように球を捉えて入れていくっていう、うん、いや常に精神状態をこう冷静にさせるためでもあるでしょうし、まあ精神的にこうずっと落ち着いた状態でプレーできているっていう証明でもありますね。赤狩山プロもそうですよね、常に同じような振り方で同じようなリズムで、でも本人はめちゃくちゃ嫌だったりするんですね。はいはいはい、僕とかね1個のミスでね、もう次の球次の球かける2かける2ってどんどん難しくなっていくんですよね、はい、あれこれガレゴ？違いますね。あ、違います。はい、あれ、1セット飛んでますね。あ、はい、あそうか。4セット目が、はい。あ、そうですね。カンペがあったのに僕は、はい、これで 2対2で赤狩山プロですね。うん。まあこれは問題ないでしょうね、はい、でも実際どうですか、プロが栗林プロがこの局面決勝戦でこの球ってやっぱりちょっと怖くないですか、そんなことないですか、この球はまだ大丈夫ですか、大丈夫ですね、どのぐらいの精神、僕怖いんですよね、こう8番が例えば何か条件があったときは嫌ですけ ど、はい、あなるほど、今のだったら条件が比較的ないんで、あなるほど、結構止めるロングのストップショットでも、はい、こう9番の場所、例えば8、9で止めるだけのショットでも、例えばヘッドにあるかセンターにあるかフットにあるかだけで難易度が変わっちゃうんで、うーん、こうネクストの配置によって、はい、そのプレッシャーが変わるっていうんですかね、はいはい、なるほど、これは2番、さあこれは見えてるんでしょうか ね見えてたらそれでも3番がちょっと難しいかなというところですね、はい、見えてるんですかね、
ちょっと3番の景色を確認しに行ったようにも。あ、見えてますね。あ、見えてるっぽいですね。おお、コンビですね。怖いですね。でも行くしかないんですよね、これは。もうちょっと弱かったら最高ですね。そうですね。でもまあ全然これで OK の範囲だと思いますけどね。はいはいはい。いやー、でもこれ手玉前に落とす、ゆっくり目じゃないですか、ね、あ、3はタンクッションの2ポイントぐらいいくと思うんですけど、はいはい、あ、はい、ちょっと手玉が強かったっていう感じですかね。うんでしょうね。でもまああのスピードじゃないとちょっと入れれるイメージが湧きにくいとも思いますしね、はいはいはい、あれ以上弱くついたら、そうですね、嫌だって思う球ですよね。さあこのカット行くんでしょうか。まあ入れれますけど嫌ですよね。嫌ですね。クッションがもう結構跳ねてるんで、はいはいはい、こういう球すごい嫌ですよね。これ超人どうします。スロー、僕はスローではいかないですね。いかないですか、はい、思いっきり順切って6と8の間通しに行くっていうのはまあ考えられますけどね。まあ厚みにもよるんでしょうけどね、はい、まあまあ6と8通しに行けば7が比較的生きてしっかり加減しに行けば、まあ、外れても嫌な球になりやすいんで、まあ考えられますよね。ああこれ素晴らしいですね。ああ珍しく僕は当たりましたよ、はい、5回に1回ぐらいしか当たらないんですよ、ね、いやでも今のはあれですね、ちょっとひねりをかましてますね。はいはいはい。だからあんだけゆっくりで走るんですね。はい、そうですね。僕こう見てるだけだから言えましたけどね、多分今のラインを見る限り僕がついてたらあのライン通らないような気がしますね。難しそうなラインでしたね。うまいな今の。縦気味で逆ひねりですか。そうしっかり逆を効かせる、効かしにいってますね。ラインを合わせるために。ああいうのが独特ですね、青山プロ。ちょっとこれあと引くだけですね。引くだけ。落ち着いてますね。はい。ナイスショットですね。ナイスですね。これはナイスな取り切りですね。ああいうまっすぐ引くラインに対して垂直にまっすぐ引くときって、はい、プロは何考えてるんですか。まあ、弱い目と思ってる、ね、なる。あ、弱い目なんですね、はい、僕頭の中で強い弱い強い弱い、まあ、最低タンクそのセンターの付近ですよね、はい、あ、そのスクラッチがかわせる、まあ、絶対強い目だけは多分ないようにはついてると思いますけど。あー、なるほど、はい、さあこれどうするんでしょうかね。隠れてますけど、うん、微妙に3番が入るんじゃないのみたいな感じですよね。はい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 、よくあの穴前にあるときに、うん、なんか他の時他のボールが穴前にあったりとか、はい、こう1番の近くに何か穴前にボールが当てるだけで入るような
球がある時のプッシュアウトってなかなかひらめかないんですよ。はいはいはい。ああ行ったけど、多分3番ですね。はい。相手に使わせたらなんか入れられそうな気しますもんね。そうですね。うん。なるほどな。まあでも今のは手玉で3番もありますしね。はい。まあどっちかに決めていかないとネクストは取りづらいですけどね。はいはい。これは。うまいですね。的球派のコントロールがちゃんとできてますよね。的球コントロールしてキャノンって本当に難しいですよね。うんですね。まあでもこれね、主導権握ったもん勝ちみたいなゲームになっちゃいそうですしね。はい。わあ。ちょっと今のはあれですね。すごいですね。新打者じゃないみたいですね。そうですね。まあ比較的ね、結構コンディションはちょっと湿気があるような感じですもんね。はいはいはい、だひねりは意外に噛んでくれましたよね。はいはい。あの照明の加減で湿気が飛びますからね。はいはい。さあこれはいいとこ行ったのか。これはもう当てに行ったんですか ね。当てに当たるのちょっと見てましたね。まあ比較的当てたくないけど当たっちゃうよなっていう、ね。はい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 。そういう時って当たったらどうなるかみたいなのを考えるんですか。まあまあ3番の行方がこっちに来やすいっていうところぐらいしか見えないと思いますね。はいはいはい、やっぱへそなんで。はいはい。やっぱへその時は正直行方が分かんないですね。ああ取ってるんですね。はい。よく僕らでも。体を動かさないようにって意識してるんですけど、ガレゴ選手相当動いてますよね。はい、全部動いてますね。これはどうなんでしょう。いや、もうそれで覚えてるからいいと思うんですけどね。はい、フィリピンの選手そんなん多いですからね。あ、動いても球は残ってるっていう感じなんですか。そうですね。球をそのまま出して、はい、その後に体が動くっていう選手もいますし、はい、つきながら動く人もいますし、はいはい、さあナイスショットですね。ナイスですね。さあ第8セットですね。4対3でガレゴ選手1点追いかける展開でブレイクですね。はい。さあこれは来ましたね。これはいいブレイクですね。今チャットの方に001っていう名前で書き込んでる人がいるんですけどね。はい、まさかどういうプロですかね。001って言ったら多いプロしか思い浮かばない、ね。そうですね。奥様かもしれないですね。ああ、かもしれないね。そんなことはない。大井プロだったら見ててくれてる可能性はあるんですかね。うん、いやどうですかね、わかんないですけど、うん、見てくれてるかもしれないですよね。そうですね、はい、もし見ててくれたら栗林プロの携帯にワン切りしてくれる。多分ワン切りどころじゃないと思う。なんかいろんないたずらをすると思う。はいはい。うまいですね、本当に。しっかりしてますよね、うん、本当に。ちょっとガレゴ選手もコンディション掴んだって感じですかね。そうですね、もう
やっぱコンディション掴んじゃうと早いですよね、こういう選手は。ただプレッシャーをかけていけば多少はね、はい、こう僕はガレゴ選手が全日本選手権で、はい、すごいところを見たことがあるんで、プレッシャーをかけたときに、はい、球がワンポイント違う、的球が、あれはもうびっくりしました。やっぱプレッシャーによって変わるみたいな、ね、はい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 、さあ4対4、はい、ガレゴ選手のブレイクですね。これはちょっと嫌な取り出しですね。ちょっとやらしいですね、取り出し。そうですね、穴がないんでしょうね、これは。3番ですか？いや、2番だと思います、ね、あ、2番ですか、はい、はい、あー、これはプッシュアウトなのかセーフティーなのかっていうところですかね。まあセーフティーのイメージがなかったらプッシュアウトすると思うんですけどね、はい、多分これは微妙ですね、はい、でもプッシュアウトって言ってもここ大事ですよね、4対4ですもんね。そうですね、あー、プッシュアウトっぽいですね。あー、はい、あ、見えててもプッシュアウトってするんですね。はい、します、します、はい、これね、結構勇気いるんですよ、アマチュアは。確かね、このもうすでに深夜1時回ってましたよね、この決勝戦。そうですね、回ってましたね、朝からずっとついてるんですもんね。うまいっすね、うまい、うまいですね、俺も掴んでるぞという感じですね。そうですね、うん、まあちょっと強かったらスクラッチまでありますからね。でもここまでリスコってでも攻めなきゃいけないんですね、本当攻めたセーフティーですよね。おお、ファールしました、ファールしちゃいました、ね、これはチャンスですね。さあ4対4でここで痛恨のファール。赤上がり山プロでも本当にマス割り多いですよね。そうですね、うん、はい、30分マス割りチャレンジでもすごかったですけど、基本的にやっぱミスが少ないですね。あのどの試合を見ても、はいはい、やっぱり相手がすごく入れて勝つとかいうゲーム、負けるとかいうゲームはありますけど、はいはいはい、この、ね、号泣でね、はい、9連マスでしたっけ、はい、ね、なんか10連マスとか9連マスでしたっけ、友達いなくなりますよね。すごいですよね。もう本当に見ててすごくあれですよね、考え方とか、はい、本当にこう無理がないショットスピードと引き方と考え方ですよね、はいはいはい、一生懸命練習すれば、はい、できると、うん、まあ、お手本みたいなもんですよね。うん、なるほど。さあ5対4、
このまま走ってしまうのかっていうところですが、さあこれもうちょっといやらしいですね。いやらしいですね。これは2番ですかね。2番でその3番をどうするのかなんですかね。まあ行くでしょうね、これ当てに。あさあこれはどうですか、こういうコンディションと普通の重たいコンディション、はい、重たいというか使ってあるクロスのコンディションとどちらがラインって取りやすいんですか。まあコンディションによりますよね。コンディションによってただその時に感じているコンディションでどういう発想が出てくるかですよね。だからどっちもどっちなんで、はい、楽な時もあれば難しい時もありますし。なるほど。さあこれは、ああちょっと空振りしましたね。今のあれですね、8番に当たってもいいですね。3番に当たっても、まあその間通ってみろみたいな感じの、通っちゃったみたいな、はい、通っちゃったみたいな感じですね。はい、もうなんなら間狙ってるぐらいなんですかね。まあまあ3番でしょうね。ああ、はい、はい、3番のそうですね、その上側、上画面でいうと8番側ですね。8番側ですか。はい、はい、なるほど。今のスピードだったら多分サイド前ぐらいにビュッポンって上がってくるんで、はいはいはい、反対側に当てちゃうと、うん、あ、下手したら8番に当たってまたっていうのもあります。いやー、これは悩ましい球ですね。そうですね、これは攻めるか守るか。守りました、ね、守りました。あ、ちょっとミスをしましたが、ちょっと暑かったですね。はいはい、はい、うん、まあ、8球の裏みたいな感じですね、はいはい、で、まあ、3番を5にかぶせとこうっていう感じ。うん、やはりコンビ祭りですね。そうですね、さっきから多いですね、コンビが。確かこれニューボールだったけどドットボールじゃなかったんですよね。そうですね、ニューボールでしたね。はい、はい、でちょっとね、先々週の放送でも球の大きさがちょっと違うっていうので、やっぱプロもその辺は気になるところですか。そうですね。おー、入りました。でもまあ僕はコンビは、うん、あくまでもコンビっていう考え方なんで、はい、だからまあ絶対入るって思えるっていうか形だったらいいと思うんですけど、まあ行かざるを得ないっていう時と、はいはいはい、ですよね。で、赤狩り山プロも多分3番8番もコンビ行きますからね、はい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 、もしコンビがすごい精度が、うん、これだけ精度の高いショットができれば。おっと、ノークッションファールですね、これ。これは痛いですね。ちょっとふざけんなっていうリアクションですね。でもこれ3から4つなげるのちょっと嫌じゃないですか。そんなことないですか。まあでも6、僕、まあ、3から4はあれ大丈夫だと思うんですけど、はい、4から6ですね。あ、4から6がいい形に残したいと思ってるはずなんで、はいはいはい、あ、いやもうこんな3から4嫌だって思ってる時点でちょっとダメですね。でもまあね、4から6に対してしっかり振り、はいはい、でも振りがつくだけでもダメです、ね、うん、だから6から8が
はい、まあ、6番に対してすごい厚く残れば最高ですけど、はいはい、そうですね、サララシャでバタバタってしたくないですよね。そうですね、うん、よほどいい厚みだったら別ですよね、はい、うん、これ最高ですね。最高ですね、はい、で僕比較的そのこういう球の時ってバタバタを取りに行くんですよ。あの厚い目を取りに行くと、はい、結構危なかったですよ、はい、中途半端になるんで、はいはいはい、逆ひねり多いですよね。そうですね、うん、自称ひねらですしね、うん、あでもうまい、うまいですね、しっかり、うん、まあそこまでなら安全圏内だって思ってるんでしょうね、はい、殺し球はしやすかったですね。あやっぱあのドットボールじゃなかった、はいはいはい、ドットボールって難しいんですよね、殺し球。あ、はい、なるほど、はい、さあこれでリーチですね。リーチですね。痛いミスですよね、ノークッションファールから、はい、あれクッションに入ってればセーフですからね。そうですね、もうちょっとしたことですよね、うん、さあこれはどうなんでしょう。2番があるのでしょうか。2番があったらまあでも4番の縦球ですからね、はい、その4番が邪魔でなおかつ2番が狙いにくいっていう、あればいいですよね。上がりの球ますってなかなか簡単な出来球ってならないですよね。そうですね、不思議なもんですよね。なんか僕の経験上ですけど、うん、最後の上がりのますでよくいいブレイクをしていい形になるという人は何人か見てますけど、はい、あまり手玉が暴れて、はい、いい形になるってあんまりない。あ僕の記憶に残っている以上ないですね。ありましたね、ま、うまいですね。これで終わりですね、はい、もう問題ないです。いや本当にお互いミスっていうミスがなかったですね、このゲーム。そうですね、うーん、で本当になんかスーパーショットって言ったらコンビですもんね、はいはい、ってことはうまいっていうことですからね間違いなく。そうですね、本当にこうコントロールをできていて、はい、安全に取れているっていうことですね。僕から見てのミスって言ったらガリゴ選手のノークッションぐらいなんですよね。いいですね。うん、まあガリゴ選手だったらプッシュアウトのミスっていうことも考えてあるんですね、はいはいはい、だから、まあ、おそらくスクラッチを誘い気味のプッシュアウトだったと思うんですけど、はいはい、あれが、まあ、あれからですからね、そうですね、多少流れが変わってるのは。ああなるほど、よく多いプロも言ってましたよね、プッシュアウトで流れが変わる。はいはいはい、さあゲームボール。さあゲームボールですね。きっ、はい、それでは続きまして、栗林プロの、カーブショットのことなら俺に聞け。よろしくお願いします。マイクテスト聞こえますか。聞こえますか。栗林プロの声聞こえてますでしょうか。聞こえますか。マイクテスト、マイクテスト、はい、はい、じゃあそれでは今日は俺に聞けのコーナーは、はい、カーブショットですね。はい、カーブショット、はい、はい、よろしくお願いします。まあ、
今日はまず、まあ、初級者、中級者、上級者っていうような順番でカーブショットをしていきたいと思います、はい。まず、カーブショットっていうのは、はい、まあ、絶対ひねりを入れないとカーブはしないので、はい、まずどうやったらカーブするのかっていう単純なやり方をちょっとやってみます、はい。まず、よくこういうね、こういう風にあったりした時に、はい、カーブ、まあ、見えてない状態ですね、はい、ちょっと隠れてますね、はい。でこれをまずカーブをさせるためには、はい、まず球をそうですね、30度ぐらいですかね、はい、30度ぐらい、はい、30度ぐらい立てて、はい、ボールの右、曲げたい方向に、はい、曲げたい方向、はい、曲げたい方向の導点をつけば曲がります。はい、それだったら右ですね、はい、右の方にカーブをさせたいんで、はい、球を立てて右の方を、はい、でこういう風にカーブをします。いいですか。こうこれがこう球が平行だと絶対カーブはしませんね。カーブはしません。なるほど。でもこの普通に右をひねった状態で球をちょっとこう立ててあげるとカーブします、はい。なるほど。今のは結構右をついてますかね。まあまあ大体でいいです。大体ワンタップぐらい以上、はい。まあ、できればワンタップ、はい、もう半タップぐらい、ワンタップ半ぐらいをひねってもらえると、はい、カーブします、はい。じゃあまあワンタップでもカーブはしなくはないんですけど、かかる量が少ないですね。じゃあワンタップでやってみますね。はい、はい、ワンタップでもちょっとカーブしますね、はい。だからカーブショットっていうのは球を立ててひねったらカーブします。はい、では球を立てなかったらカーブはしません、はい、そうですね。でこうもうとりあえず左を突く場合にしても、はい、こういう球ですね、うん、にしても球を立てて左側をついたり、はい、はい、そうすると左にカーブします。はい、じゃあもう一回左でついてみますね、はい、はい、カーブしてますね、はい、はい。これがまあ初心者にまずやってもらいたいカーブショットの一つですね、はい。で次は中級者向けですね、はい、中級者。まあ今の初心者の方でまず初めてやってもらえる方のカーブショットにプラスしてっていう、はい、今度は例えばまあ導点は同じでいいんですけど、例えばここに邪魔なボールがあるときと、はい、ここに邪魔なボールがあるときと、はい、ここに邪魔なボールがあるときに導点は同じで、はい、導点は同じでこの3つのボールをかわすと、うん。ではまずじゃあ8番からやってみたいと思うんですけど、はい、この場合同じように球を立てて右を突きますよね、はい、カーブショットというのは。でこの8番をかわしたければ、はい、弱くていいです。弱く、はい、要は弱いとカーブのかかる場所が速くなるんです、はい、で次にこの8番ですね、うん、
真ん中、その次ですね、はい、例えばこのボールを同じ場所からかわしたいときは、はい、今の強さよりもうちょっと強く、はい、ちょっと強くついてあげると、はい、こういうふうにまたここからカーブ、はい、じゃあ次ここですね、じゃあ同じように、まあ、こういうふうにありますと、はい、でこういうときは、まあ、ここよりもここよりも強くついてあげるとここからカーブがかかります、はい、なるほど、もう一回いきましょうか、もう一回いきますね、いきます、はい、わかりました、はい、でまあ要はカーブショットっていうのはみんなこう球を立ててまず右をついたり左をついたりするとカーブがしますと、で、はい、例えば邪魔な球がどこにあるのかによって導点は変えずに強弱だけでカーブをかけるタイミングを変えれるということですね、はい、例えばもうこれぐらいだったら、うん、これぐらいのカーブだったら、はい、もう見えてないですね、うん、こんだけ近かったらもうすごい弱くていいです、はい、なるほど、もう出だしですぐカーブしてここから直線的に動いてるだけなんで、うんうんうん、こういう球をこうドーンってつく必要はないですね、はい、この球だったら近かったら弱くつけば勝手にカーブします、球の角度も弱い時も強い時も大体一緒、そうですね、一定にした方がいいですね、例えばこの球の角度を変えちゃうと、はい、これを例えば極端にこういう風にしちゃうと、はい、もう正直どこに行くか読みにくくなります、うん、正直こうなる時もありますし、はあはあ、だから球は僕は比較的カーブショットする時はだいたいまあこれぐらいですかね、うん、はい、これぐらいでそのカーブをかける距離ですね、はい、どこに邪魔な球があるのかっていうのをまず目印を作って、まあ、コンディションによってはその滑るテープ新打者だったら、はい、こういう中距離にあるボールをかわすときは比較的摩擦がかからないんで弱くなりますね、はい、ということですね、じゃあ今度左バージョンで、はい、いきますね、じゃあまず近い球のカーブショットの今度左ひねりバージョン、うん、大丈夫ですか、はい、いきますよ、はい、まあ、弱くつきます、そしたらカーブ、はい、じゃあ続いて中距離いきましょう、中距離ですね、中距離です、さっきよりもちょっとだけ強く、はい、今ちょっと強く、はい、大丈夫ですか、喋ってくださいよ、はい、はい、じゃあ次長距離ですね、はい、長距離の時はちょっと強めに行きましょう、はい、うん、っていうだけで要は全部同じように当たってますよね、全部同じように当たってますし、そのカーブのかかる場所が全部強弱で変わるっていう、映像にしてみるとよく分かりますね、そのカーブのかかる場所っていうのが、はい、もう聞こえなかったです、いや映像で見るとカーブのかかる場所の違いがよく分かります、ね、ああそうですか、うん、僕はあのこういう風についてる、こういう風に見てるんで、はい、よくボールがどこで回転がかかっているかっていうのを目で追えば分かります、はい、
こうハイレーってついちゃうとカーブのかかり具合がわからないんで、ついた時にどこからカーブしてるのかよく見てください。こう今のでも、あ、カーブがかからないで直接行っちゃったとか、あ、今のこっからかかったとか、目でしっかり追えばわかるんで、そうやって練習してもらえると、はい、結構意外にカーブショットでボールを入れることが可能になってます、ね。はい、じゃあ次は上級者編でいきたいと思います、はい。まず今度はさっきの強弱に加えて、はい、今度は動点、動点、はい、動点だけでも、カーブのかかる具合とそのかかり始める場所っていうのが変わります。例えば僕はそういう今の昇進初級者中級者の技術を使ってカーブを使う時もありますし、逆に動点、はい、その今まあ球を立ててちょっと球を立てて右をついてください、左をついてくださいって言いましたね、はい、それにプラス要はつく場所は同じなわけです、今までは、はい。でも上級者になるとこう同じ動点じゃなくて同じひねりの高さ、高さ、同じ横ですね、横のひねり具合、はいはい、プラスこの高さ、こうですね、上とか下、はい、上か下か真ん中、はい、これだけでもその変わります、はい。例えばじゃあちょっと上で上いきますね、はい、今のだったらカーブがものすごく速くなりやすいんです、うん、上を突くと、で今までのこの球で例えば強く突きすぎると、はい、球を立てて強く突きすぎると当たりません、カーブがかかんないからです、はい。ただ今の強さでカーブをかけたいなと思ったら、うん、要はカーブを速くかけてあげればいいわけですよね、はい。そしたら動点を上げて強く突く、うん、そしたらすごいカーブが速く、うん、要は動点を上げるとすぐカーブがかかりやすい、うん。じゃあ今度は下ですね、はい、右下、右下バージョンでいきたいと思います。右下だと今度は手玉が多少ちょっとジャンプします。ジャンプ。ジャンプ。ジャンプするんで、はい、摩擦がかかりません途中まで、はい。だから比較的弱くカーブをかけれると。要はさっきこのロングの球に対してカーブをねかけるときっていうのは強めにいってましたよね。はい、それが動点を下げることによって要は摩擦のかかるタイミングを遅らせてカーブをかけれる、なおかつゆっくりつける、うん、まあ、これはネクストの関係です。そうですね。例えば、はい、じゃあ1と2があってこういうふうにありますと、はい、ね、でこういう時にありますっていう時に右下をつい、要は引きの動点ですよね、はい、引きの動点をついて、まあ、6番を目印にここからカーブをかけてゆっくりつきたいんです、うん、でもさっきまでは強くしかつけなかったですね。そうですね。でもゆっくりついたら、はい、下の場合はカーブをかかる場所が遅くなるんで、はい、これをゆっくりつくことができる。はい、こうやって、うん、なるほど。そしたら2番に対して安全に手玉が止まりやすい、はい、ですよね。今のを例えば今までやってた、ま、はい、そのま、ただ単に右を突くだけってやってしまうと、強弱でやってた時ですね、強弱でやってしまうと、はい、手玉がこう、うん、今のでこうビョーンって強くなってしまうんで、はい、こうこっちに出てきてしまう可能性がある。
だから同点を加えて、いろんな強弱でいろんなカーブのアクションを変えれるということです。まあ上、真ん中、下っていう覚え方でやった方がいいですね。じゃあまず上からいきますね。上だったら弱く引くって言いましたけど、はい、右上を球を立ててつくと早いです。早くついてもすぐカーブ、はい、じゃあ中距離、で中距離だったら、まあ、下も上も使えますよね、はい、でもカーブが速いっていうことで上はなくなりますよね。カーブはかかってしまうと6番に当たってしまうと、はい、ね、この手前のボールに当たってしまうんで上は比較的なくなる、はい、要は弱くつきたかったら下を目でカーブをかけてあげる、はい、で今までのやり方だったら球を立てて右を、まあ、力加減で言ったら中です。でついてある、はい、でそのバリエーションがどんどん同点で増えていくと。じゃあちょっとこれゆっくりついてみます。下の同点でいきますね、はい、下の同点をゆっくり、はい、今のスピードで全然6番はかわせるということですね。じゃあ次はこのロングの球ですね。このロングの球はじゃあ下でもう一回いきますね、はい、全然遅いですよね。そうですね、というのがカーブショットです、はい、なんかありますか。そうですね、まあ、今のはまあ見えてない時のカーブショットなんですけど、はいはいはい、もしじゃあこう見えてる時、はい、先球が見えてる時にカーブショットを使うこととかっていうのはありますね。例えば、はい、こういう球で、はい、じゃあちょっとここのこういう風に手玉を動かしたいなっていう時に、はい、もう最初からカーブでラインを作りに行ったりすることはあります。例えばクッションとかでも、前クッション狙う時とかでもこういう球があって、ちょっとカーブ気味に行ったら、はい、厚く当たります、はい、直接行ったら薄く当たります、はい、でもカーブ気味に行ったら比較的入れやすいっていう時もありますし、そういう時にはカーブをわざとこうかけてこうやって入れる時もあります。だから見えてないからカーブショットじゃなくて、見えてる球でも、はい、こういう風な球でもこうやってカーブショットを使うことはあります。ただそれも自分の知識として、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日もとても分かりやすい説明、はい、まあそのカーブショットは、まあ、人それぞれ、まあ、強弱の感覚の個人差があるんで、はい、まあそのいろんなコンディションとテーブルとその距離を自分なりにこう意識してこう加減を変えてもらうなり、はい、いろいろやってもらうと分かっていくと思うんですね。そうですね、はい、皆さん結構これをまあ参考に試してみてください。はい、はいはい、ありがとうございました。それでは来週の予定ですが、はい、来週も盛りだくさんの企画でお送りいたします、はいはい、それでは皆さんまた来週。さようなら。